よくぞお出ましくださいました、オロチ様。どうか私の話をお聞きください。牛光小僧、奴はただのコソ泥ではなかったのです。花の都を騒がせた姑息な泥棒牛光小僧、盗んだ金品を貧乏人どもにばらまく英雄気取りの小悪党。奴の身柄は現在羅刹町の牢屋敷にて拘束してますが、実はその正体は何？やつだ。やつが生きているだと？まさか、信じられぬ。あやつが黒ずみだったか。なぜ隠してた？あやつが